今回のホットグライパニッシュ TV は温泉対決もいよいよ佳境、前回のリベンジに大期待、温泉大入り対決、さらに旅館自慢の料理をかけた一般常識クイズでド S ディレクターアーゼンの珍回答続出、日本の未来は本当に大丈夫か。それでは行ってみよう。地に埋もれし我らが宝、再びこの胸に抱きしめるまで、どんな過酷な試練にも耐えてみせます役者道。これは4人の男たちの熱き戦いの記録である。プレビュースリー、ほっとけない。ここが僕たちが泊まる宿でございます。いよいよ到着しましたよ、はい、ついに目的地である温泉宿伊豆屋旅館に到着したパニッシュメンバーたち。役者の悲哀を。しかし温泉情緒を満喫する間もなく始まった温泉川柳対決、合格点に達するまで湯から上がれない過酷なルールのもと、名回答を連発したのが森山。この対決絶好調。最善の女子パンティーが見えてるよ。逆に完全に孤立してしまったのがちょいエロリスト土屋。湯から上がれずのぼせてしまったのか、ただいま暴走中。魂置いてきて。今回最初の対決は足湯でメンバー全員が集体を晒した大喜利対決のリベンジマッチ。川柳のいい流れを受けて苦手な大喜利対決を克服できるのか。2回戦、はい、温泉大喜利対決、イエーイ。あ、ごめん学習しなさい、今度は負けねえぞ。よっしゃー、はい、女性用下着についたリボン、それに名前をつけてください。どう？はい、へその下についてるリボンの名前はへそ下3センチリン。女の人の下についてるリボン、それってあれだよね、ピンクレディーだよね。はい、はい、しっかりひどいで、しっかりひどいで、チンチロリン。チョコリン。何チョコリン、面白いね。ちょっとバンデラス。男だよそれ。そうだよ。いやいや、女性はそういう男臭い名前に憧れる。携帯電話の新機種にこんな機能はいらねえ。こんな機能いらねえ。はいはい、あ、携帯電話の新機種にシェーバー機能はいらない。携帯電話にハンドソープはいらない。地球って出る。携帯電話に翼はいらない。これやっぱ一緒なんだよお前と。一緒だったんだよ。タイヤはいらない。だから多少似てんじゃん。やはり大喜利が苦手なのか、早くもつまずいてしまう。ここでメンバーが協力し合って答える団体戦に変更し、起死回生を狙う。一度は言ってみたいセリフ。ベスト4、はい、ベスト 4、 ベスト4来ました。4、はい、ベスト4来ました。1人で4つ打つ、うん、全員で。あ、で、今日チームじゃ俺やっちまった。4番だね、4位だね、4位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 、いろんな意味含まれてるからね、一応ね。俺ずっと好きだった。うわー、ありがとう、ありがとう、ちょっと、息がちょっとハードル上げたね。こういうね、こういうとこ、息が違うのさ、言ったことないけどね。変わるんだよね、お前ね。
これで終わりだ。バキュー。なるほどね、なるほどなるほどね。だからエンディングを飾るわけよね。なるほどね。こういうところが。まあ一応ちょっとな、ああもう日曜日だな。全員の期待を一身に背負う森山、温泉対決で流した汗を無駄にしないためにも頼んだぞ。ゲイチ、役者として言ってみたいセリフ、ナンバーワンは I want you, I need you, I love you. 全部含まれてる。これ来るべ、これ。ハリウッドは何？ハリウッドやった。自粛制したわ。最終的に森山のおかげで最悪な結末となった温泉対決だが、川柳と大喜利対決の合計点でトップが決まる。長風呂に耐え栄光をつかむのは誰だ。優勝は、はい、森山。よっしゃ。優勝は森山。前半の川柳対決での高評価でぶっちぎりのトップに。いや、お前ら大したことなかったよ。でも本当お前ら、あの、なんだろう、ギリギリ、俺もギリギリ勝ったような気がする。お前ら面白かったもんすね。お前すごかったよ、マジで。いや、本当に良かったよ、お前ら。ありがとうな。ありがとう。いや、まあ、あれ、あっちありがとう。お前すげえよ。ありがとう。危ねえな。そして残りの結果はご覧の通り、ビリは貧粛だけ勝ったチョイエロリスト土屋。やろごめんな、お先。まず50人目だよ。この姿は、カッパ発見。はい、ついにやってまいりましたよ、食事の時間が。いや、待ちわびたよ。長かったね。すごい時間だよ、9時間。すごいよ、この量。見てすごいよ、今日のこの快適料理を。食べてて言わんばかりに。そうですよ、腹減っちゃった、腹減っちゃった。泉谷藤丸のご料理でございます。もういいんじゃない。いいですか。はい、じゃあ皆さん、はい、いただきましょう。いただきましょう。ちょっと待った。はい、ん、皆さん、ここでザ役者と一般常識クイズを行います。おー、一般常識クイズ。先にご飯食べちゃってもいいですか。ダメです。食べながらで、ご飯の前食べながらで。食べながらじゃないです。先に一般常識クイズをします。冷めちゃってますよ。対決です。すいません、あの、火を消してもらってもいいですか。ザ役者道一般常識クイズ対決。役者とは人の人生を演じる職業、ゆえに一般常識くらいは持ち合わせていないと務まらない職業なのである。そんな基本中の基本問題を今回はクイズ形式にして出題。果たして彼らの一般常識度はいかなるものなのか。